哎、欸，麻烦大家站起来。嘞，我说的刚才多少？哎、欸，请大家坐下。Sorry, I don't speak Japanese, so I speak Taiwanese. 私は、日本語は話せません、台湾語しか話せませんので、ごめんなさい。台湾早期跟日本的关系，吼，这是我主要要讲的。早期の日台関係、今日言いたいの、ことなんですけど。啊，这个、早期是什么国家？十六世紀、十七世紀。その早期的には十六世紀、十七世紀の意味なんですけど。日本人哦，对台湾哦较有趣味，中国人无趣味。日本の方は、台湾に、関心してありますけれど、中国人には、ちょっと違いますので。啊，这为着什么？これは何ですかな？因为中国人看到海就惊。中国人は、海を見たらもう怖くて。啊，日本人是海洋民族。日本国は、海洋民族。所以台湾跟日本接触的机会，比起跟中国接触的机会较大。そのために、台湾から日本人に向かってそういう愛想には他多くて、だけどその代わりに中国人と日本人の愛想はあんまり良くないですね。啊，第二这个1593年，1993年的日本建国时代，戦国時代，日本的东正家吼，丰臣秀吉吼。把下批来和高山国。当時死生者は高砂の人に、手紙を出したことあります。但是彼阵台湾无这个高山国。当時的には台湾的には当時の日本人、台湾人に向かって高砂には、まだないです。まだ成立はしていません。但是吼、哦，这样代志明朝知影吼、哦。だけど、このことは、明朝時代的には、もうすでに分かっています。所以伊无要派兵来台湾，因为台湾不是伊的一部分，伊就派兵去挑衅。そのために、軍兵軍師は、台湾には、持ってこなかった。その当時的に、朝鮮民国に、持って行きました。へへ行きました。あ、朝鮮の赤ピンを組んで版図之内。たびたび、ペーコとも一緒に、お湯の中に入れましたので。あ、今講到ピンを、ピンを本来で元朝的時候都收入版图啊。ペーコは、元首の時に、包括と原種中国の原種自体的にはもう、絵の中には、もう入っていますので。啊，在中国沿海哦，朝思暮想哦，明朝政府严禁。中国の沿岸的に貿易は、明朝から、禁止されています。所以台湾哦，甲东南亚国港口哦，变做。中国日本朝思暮想的汇合地点。台湾および、東南アジア各国の港的には、そのために、中国と日本的に貿易の、合わせの地点として。啊，1609年，哦，这个有派兵来台湾。有没有貿易？当時徳川幕府、1609年から、九州地方、台湾から来まして、入ってきましたので台湾の方に。あ、1616年、九州へ領土、領主、春山。で、その
その1916年の7年後の後に九州から林州として村山の方からもう一度、兵兵を連れて、台湾の方に中山層、船を、たびたびまた連れてきました。派兵13代尊吼，要来台湾，担心两边吼，拢拄着风台无到台湾。でも二回としてもね、すごくでかいの、台風が当てて、どうしても台湾にはついてきませんでした。啊，这是吼，这张图吼是1626年画的啦。この絵は1962年、1626年を、絵を描いたなんですけど。因为荷兰人占台湾吼是1624年。オランダ人当時的には、占領した時は1624年当時。あ、这是为どういうの？这是为台南啦。この絵は、台南の方なんです。啊，迄个时阵台南也阁有内海，即马无啊？はい。昔の絵は今の港なんですけど、今はもうほとんど消えてしました。内海がないですね。这张图真重要。この絵はものすごく大事の絵なんですけど。因为这个所在吼，叫做 Zealandia。Zealandia。小教你讲，この場所的には、当時はグレンピアと言いますなんですけど、今叫做安平古堡。今は安平国宝で言います。哦，啊，这吼，ここは有十二间厝。ここは12個くらいの部屋がありまして、あ、写日本府民的厝。ここは、日本の港みたいの、まあ、港じゃない村、日本の村みたいのものなんです。あ、じゃあ有幾間あつ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 、拢是吼，住喺台湾的平埔族的族群的厝。あと見たのバラバラに、まあ、小さいの部屋みたいのは、台湾に住んでるの、高砂族中の、一部として、あちだ有六間厝。ここは六つの棟建がありまして、下公是翰林海拆的厝。翰林海拆。上に書いてありますのは漢字の海賊の家なんです。好、哦，这是荷兰人画的哈。これはオランダの人が書いてたの絵なんです。一番中国人が描いてね、中国人がまた描いましたの。中国人描いや、哦。はい、これ中国人が描いたの。这个所在。ここは。平和富民的厝。平和遊民の、家なんです。あ、这个所在やこし日本人的厝。ここにも日本人が住んでいるの家。あ。这个还是吉伦比亚，ここ相変わらず吉伦比亚，所以位置要看开。そして、知道怎样讲？こうやって二つの絵を見たら、日本早期平汉人来台湾的人数较多。日本当时的にはえ、漢人として早めに人数的に人数的にも漢人の比べると日本人の方が多いです。あいない来台湾。どうして日本に、台湾に来ましたの？因为台湾有特産。台湾は独特の、ものがありますので、特別の。这是台湾的特産。乌鱼。これ、乌鱼っていうのは、カラスミの魚です。乌。ボラ、ボラ、ボラ。乌鱼就是这是。カラスミですね。乌鱼子啊。これはカラスミ干してるの状態なんです。じゃあ刺身が乌鱼子丼到底じゃま。刺身とカラスミ一緒に食べてる。乌鱼子。乌鱼子カラスカラスミ。あ、ない台湾ない乌鱼乌乌鱼子。这是台湾どうしてカラスミとホラがいますのは。あ、我吼读圣经吼。读圣经有一个记录。
聖書聖書を読んだの時に伊講吼摩西帶埃及人以色列人離開埃及吼当時的には離開埃及イスラエル何の人が離エジプトの人と離れたの時は在旷野中間の行四十年だ、そのあっち、まあ、暴力的にあっちの時間的にはだいたい40年ぐらいあります。何を食べたり何を因为上帝为天顶落一挂玛纳，就是会食的物件给因食。玛纳就是叫做玛纳。玛纳是什么物件？玛纳就是圣经讲的物件，就是玛纳了，它叫做。啊，まあ一つ食べ物の名前としてマラというのは神様から空から落としたの。啊，我看到记载的圣经哦，想讲这是。神話故事これを読んだらこの聖教の中に書いてあったの今先ほど言われたのことに対してはこれはただの漫画みたいの感じなんですけど但是啊ただし我看到这个荷兰人在台湾叫乌鱼蛇税金荷兰人が台湾で魚を捕まって、カラスミを作ったり、うん、あ、我だ知やこん、这个乌鱼哦，这乌鱼每年的当罪哦，ホラは、毎年の、冬の時必ず、港に入ります。下面叫做当罪的，你知やも、通しで、まあ寒天時というか、冬の時に当罪就是讲哦，你踩一个碟啊，中昼十二点的时阵哦，有一个阴影地的，你个牛哦，啊牛上长哦，这个叫做当罪。まあ要は海の中に一本の棒を中に差し込んで、で太陽の力で太陽の温あまあまあその影で。影で一番長い時を、その温通水を、管理していますので。あら上帝吼、一番もあとあとあとぼ看到一样吼、那都是夏至。一番短いの時は夏っていうので。そう。所以台湾上欠食物的时候是得寒天，寒天就送些乌鱼来。台湾では昔は一番食べ物がないの時、は冬の時なんです。で、もう日本人じゃ、日本人にはあげてない。まあ、食べさせない。中国人にも食べさせない。あ、もう越南人じゃ、ベトナムの人にも食べさせない。もうフィリピン人じゃ、フィリピンの方にも食べさせない。ガナホ台湾人じゃ、ただ台湾人で。あ、こじゃ能便。その代わりに2回も食べさせた。因为头一遍吼，两上大拍的时阵，为的，迄个台南边啊收过，啊都好台南人抓。一回目卵一番大きいの時は台南の方から泳いできたり。あ、迄阵オフ吼，当時の。で收ラは收是安怎收？是徛的收，安尼直接。泳いてるのは立って泳いてる。あ、所以な、要抓鱼吼，都爱提竹篙先拱拱会较爽。そのホーラーを作るときは海の表面にその棒を持ってて、海の表面に叩いてじゃないと捕まられない。あ、だパパがロイ。その後に網を引いて、あ、で抓鱼で捕まる。あ、所以抓出来じゃ最多鱼。で、今見たあの写真の上にそんないっぱいのカラスミか。这都是这有一点神话，但是这是属实。これは事実なこと。到今仔日，咱一个人食到乌鱼子。
今まで、今日までにもまだあのカラスミ食べられるのは、あ、台湾にはこっち特産。台湾にもあもう一つの特産がありまして、日本人有关系就是鹿啊。日本人と、関係 のありますのは鹿です。这鹿啊有什么特殊特点？鹿にはどんな特典がありますでしょうかな？特典がありますでしょうかな？我在算吼，大概計算荷兰时代台湾有鹿啊300万只。今自分で計算したの時は、オランダ時代的には台湾当時は、300万匹、ぐらいあります。鹿。あ、这款鹿啊吼，这平埔族的人哦，就是住在台湾的本土台湾人哦。当時、台湾に住んでいるの本土台湾人、鹿に対しては。一去猎吼，然后遐一群鹿啊有30只，一猎一只那尼啊。その時は大体30匹ぐらい集まってきてるけれど、でも本土台湾には毎回捕まっても1匹しか捕まない。あ、猎了一只，あと几整头只，大家真欢喜。で、その1匹捕まったら村の全体みんなに分けて食べたらみんなすごく喜んでる。但是米酒。ただし。中国人来，その後中国人が入ってきて。中国人来的时候，我家三十只总该一两个。中国人が来たの時は、一匹だけじゃなくて全部捕まって、全部食べました。所以鹿が数量減少。そのため、鹿はだんだん消えてしました。あ、这鹿啊哦。この鹿は。鹿皮小日本。鹿の皮は、当時は、日本の方に売りました。あ、日本提这鹿皮を重要。日本は当時どうしての鹿の皮を、買うと思うんですかな。日本提做贱改来历。当時は、戦争する時の、長打ちの服みたい。うん。这是台湾的一些鹿啊。これは台湾の鹿ですね。あ、今要讲一个1628年的事件。1628年の歴史。日本的船长浜田弥兵卫。当時の船長浜田。あ、が荷兰的。オランダの上官、貿易の。事件を今からちょっと話したいと思って。荷兰人伫占台湾以前，每年有2-3台日本的租印船开台湾。オランダの人当時占拠台湾以前は毎年は2枚か3枚ぐらいの船を日本2-3艘の船を台湾に迎えに来てるなんです。あ、日本人有白银吼。来买中国沿海商人所炸的黑品。当时日本の方は、すごく富裕の白いの銀結構持ってあって、オランダの人に占領するとき台湾その後に、そのために日本人はその鹿の皮としてもいろんなものをそれをお金を代わって抗議みたいなことをしましたので。荷兰人占了台湾了后，因为无法度跟日本人竞争，所以荷兰跟日本产生贸易摩擦。当时オランダの人は台湾のことを占領したの後に、日本人と競争できないのために、よく日本人と貿易の間に、よく黙殺しました。什么叫做租印船？修印船，御朱印船，伊都是得到幕府から大印出航的船叫做租印船。賛成してから出港に中国から福建
你台湾你去嘛是啦？甲为福建来的中国的赵世全吼，他们在台南，台南南の方から，加下大原吼，大原都是台南的意思啊。南の方なんです，台南の方呢？鸡郎是基隆的意思。基隆の方，当時は台北の方の基隆の方なんですけど，鳥の格好。所以他们要做贸易。当時その辺で貿易をしています。啊，大家知影讲有一个名称叫做倭寇。倭寇，みんな知ってるのかしら？倭寇みたいな人。倭寇。日本海盗。改造ね。啊。但是。但实际上哦，倭寇是汉人海盗。実際は、改造は漢人が、漢人が当時は漢人が改造にやっています。因为百分之八十是由汉人。その100%の中の80%は必ず中国の方なんですけど。あ、那要抢、要去抢钱哦，不管你多少国，大家联合起来去抢。いろんなの人を集まってきて、で弱いの人に、手を出して、お金とか奪ったり、いろんな変なことをやったり。はい、因为日本人有一路穿日本的剣甲吼，所以哦，遐一群人有一两个穿日本剣甲，啊，迄个拢叫做倭寇了。当時的には日本人はちゃんと日本の服装があって。で当時はみんな、その人たち見たら改造のことにで当時は改造のことはその時から、ありましたので。好，这就是租印船呐、啊。先みたいの船なんですけど。好，这没讲清楚。1617到1636年至，拢总有35台船。日本官方答应来台湾做贸易。当時、1617年から1636年までは、日本の広報として、台湾に認めて、貿易みたいに全部35州から台湾に来ましたので、貿易のために。1625年、荷蘭的長官。1625年，オランダの長官。長官就是台湾的統治者。台湾長官として当時台湾の統領者、統治者。好，对。伊就是要甲日本商船课税10%的输出税。当時台湾に来たの日本の船的には必ず課税をします。10%の課税を。支払わないといけない。但是日本方面认为商船来往是经过幕府将军许可都会使啊。啊，来台湾做贸易，骗荷兰人较省，所以我那就交这个税金。当时的には日本はオランダより早めに、貿易のために台湾に来たので、そして日本はオランダの人に対しては。一回も課税したこともないし、10%の税金にも払ったこともないし。啊，荷兰人就讲理由啦，讲甲你扣这税金是要防卫西班牙人甲葡萄牙人两国的军事的保护费。で、オランダは税金もらうのためにはスペインとオランダ二つの国を当時2つの国としても、台湾のことを占領したいなので、どうしても課税してほしいなんです。税金どうしてももらいたい。日本人不赞同。日本人その時は絶対、賛成しはにはしてなかった。所以这个台湾的这个长官吼，就下令没收日本人在台湾所买的损失。そのために。当時の日本人の官庁として、台湾のすべて、売ってるの、
什么生丝？生丝是这个东西啊，对，我弄给你看。麻油ですね。当時台湾が作ったの麻油ですね。蚕丝啊。有几了？几了？好，这。これですね。麻油ですね。生丝了哈。麻油的。迄阵中国出产两项物件，西方世界无咧出产的。当时中国は二種類のものを発明しました。一个就是他都要讲的生丝。一つは麻油、さっき言ったのこと麻油って。生丝穿落到底哦，迄做迄衫出来穿落到底哦，迄查甫人若穿落哦，迄袂光个水。麻油で作ったの服は女の子に入ったら。結構美しいに見えます。我舉一個例講。例えばの話。ロマ帝国有一個叫做キパ埃及，有一個叫做クレオパトラ。埃及。当時にローマ帝国は埃及。エジプトに戦争した時の皇后、埃及艳后嘛、エジプト皇后、クレオパトラに。あ、クレオパトラを、ちょっと見ました。クレオパトラが入ってきたの服は何ですかな？伊都穿这个生丝做的衫。彼女は、眉から眉で作ったの服を着てました。啊，讲伊裸体嘛，无裸体，人有穿衫咧。裸に言えますけれど、でもちゃんと服は入っています。所以哦，迄款的，迄款做的衫哦，很迷人呐、啊。で、その服的には入ってた時に、誰が見えても、すごく興奮します。一個一项物件都是肥啊。あと一つは、お椀、打ち器、ほや、石器、打ち器、打ち器。あ、所以吼、因愛来买这两项物件。で、オランダの人は必ず、台湾に来て、その二種類、チキと、マユを買いに。来ました。啊，因为台湾的长官没收日本人在台湾所买到的生丝。日本の上官として、台湾に来たら全部没収、麻油のことのすべて生産したの麻油を、没収しましたので。啊，其中有一台船是朱印船，船主是長崎的代官队旗长。その中に一艘の、一艘の、太鼓は長崎から来ましたの人。あ、一人叫做末次平藏。その人の名前は、町木平倉かな。所以这都发生。所以发生1628年、真出名的船长。冰田弥兵卫甲荷兰长官努伊兹的事件。1628年，歴史に有名な、船長浜田、傭兵、野兵とオランダ台湾上官、日本統一事件。日本方面哦，禁止荷兰人在日本做贸易，时间有5年之久。日本の、政府は、オランダに対して、禁止しました。日本
島の貿易は、長く長く5年間くらい禁止したんです。到が1632年、荷蘭人がヌイズ、ヤフー日本が接近。1632年、オランダ東京は、当局は、押し付け、まあ、日本の方を、賛成したら、解禁するんですけど、哦，这是朱一传的哈，这是用魏。17世纪当时的，啊，我巡省。啊，这哈，这英语名叫做 junk。この船英語の名前は junk っていうの。啊 ，junk 是什么意思 ？junk 的意味は是笨手的意思。ゴミの意味。啊，那叫做笨手船。なんでゴミ船理由のですかな？因为西方的船吼，会使行安尼去，嘛会使行安尼过来，风不管吹多几个方向。当时西洋の方から来た船は、前進んでもいいし、後ろにバックしても可能性が一緒に高いなので。啊，ジャンク的船吼，干那一个方向的会使行。ジャンクの船はゴミ船は前に進むしかできません。風の力で。所以这个外国人讲，你这船哦是笨手船。で当時は外国人はみんなこの船はゴミの船で呼んでいます。啊，这个是令旗，这是令旗。这令旗。令旗の当時の令旗，令旗，我希望解说的令旗哈，下面叫做令旗。那你有哪地旗的是讲？在海上哦，有真多海贼。当时海的には海賊すごくいっぱいあります。啊，上大尾的海贼哦，叫做李吉龙。李吉。郑芝龙。一番でかいの海賊は清州流っていうの方。伊都发这支令旗和。某一个人，某一台船。その礼儀を気にしたの船を、気にしたの改造に、ちゃんと、渡します。啊，这台船的船长吼，爱提一千两银来给买这支令旗。当时その貼った令旗をもらったの船は、啊。一年一年年一回必ず一千両の黄金金を手に払わないといけません。あ、你那开这个钱了，この金払ったら，你都保证一年来对哦，你袂放手。絶対このお金もらったの時点でその一年間の中で海賊は必ずついてくれない。あ、那放手哦，地基量不利。もし、やられたら、この一千万の、金は必ず返します。这都是全世界保险公司的由来了。これは全世界、保険会社の、元です。嗯，健康。始まり。啊。刚刚1629年。1629年。哦。鹿皮以由日本来做日本武士盔甲的来历。鹿の皮と鹿のループ。鹿干したの肉ですね。ループし。干したの鹿の肉で。日本武士的一个铠甲。日本当時日本の武士使うのコーラみたいの。中に入っていますので。あ、台湾也够出産米。当時台湾にも、米を出産しました。あ、人讲台湾人飲卡巴。当時はみんな台湾のお金は膝まで溜まっています。歩いても。就是讲台湾は要趁钱真紧。当時は、台湾はすごくお金持ちの国。金儲けるの結構早いです。
这张图是吼、哦，热兰地啊，热兰则城，吼、哦，就是在台南、河南的一个防御诶部署的点。都可能诶话诶，都是荷兰大尼台南以尼路的国境みたいの诶なんです。这个坑吼、哦，拢是炮坑，炮坑还是枪坑？大砲中に差し込んで、敵が来たら、いつでも。あ、内底住的人哦，拢是荷兰人。中に住んでるの住民はみんなオランダの人。你台湾人袂使住？台湾の方、住めないです。所以郑成功哦，当年怕荷兰人哦。で、そのために、当時オランダの人と戦争したの。这个城。この市街パブロイ、10ヶ月でも、奪えなかった。あ、ホランダ人哦。ホランダの人は、人間をで讲啦。すごく気が強いで。伊讲、阮两个ホラン兵还是两个英国兵？うちら二人のオランダの兵士、イギリスの二人の兵士。都用打敗五十个中国兵。二人で五十人に対して、必ず倒しますの。因为安怎？なんでですか？因为人牙枪，啊，你牙刀。当時の中国は普通の剣しか持っていないので、でも当時のオランダの人はもうちゃんと銃まで持っていました。这个低质量。低周流，伊就是海贼吼、哦，海贼哦，改造の頭，啊，伊叫做一关党，一关刀，哦，一关刀，啊，你若无去该买保险，保険買わないの時、1000万の金を渡さないの時は、その礼金、さっき見たの礼金はもらえません。无这低质量的令旗，哇！もらえません。啊，你放枪的机会超过50%。奪えられるの、規則は、まあ50、規律は 50% 以上ですね。啊，那算福建沿海都是100%放枪。もし計算で言うのは、福建の福建の、沿海、100% の 100% は絶対必ずやられる。所以荷兰人吼啊，我只头壳听。荷兰当时啊，非常的頭が痛くて。伊荷兰人拢总有2000的兵马在台湾。当时は、オランダの人は大体2000名ぐらいの兵士は台湾にいます。啊、差不多在台南，台湾就1000名啊，剩呢也也他们归台湾吼。当时は1000名の兵士は、台南の方にいます。その後の1000名はあちこちに。バラバラでいます。所以伊偷偷交付两面的令旗。当時的には2000万の金を貯まってその低収入に渡しました。その代わりに2枚の礼金をもらいました。这对荷兰人讲哦，伊那面子拢无去啦。でもこれオランダに対しては、非常に顔をつぶされた。面子がない。这是秘密的进行。で、顔が潰さないのようにメンツがあるのように賜ってお金を払いました。で、低収入の映像。这是郑芝龙的画像哈。低収入の映像画像。啊，郑芝龙啊，在日本長崎港口的冰田民兵卫。当時な、日本の長崎港。浜田弥平は非常に体が強くて、身材高大、身材真高大。はい。あ、少年時、若いの時がもう、海の上で仕事をしました。あ、で海上工作。海の上で、仕事をしてて。無形中啊，被人称为是倭寇。という間に、同じに改造に呼ばれた。あ、伊、ため海上
二十多年对中国沿海真多所在有实际上的接触。从20年以上，海の上で生活をしてて、いろんな中国原海上でいろんなの知事を試食してしました。はい、福建哦，这里生丝这小个吼，在日本甲中国出口计对计少吼，有真大的差别。当時発覚したのは繭の単価は実価としても、日本より中国の方が高いです。すごく、差別があります。所以伊就叫一个長崎的大商人野藤次郎。そうして日本長崎にいるの能登次郎に頼んで、直接对中国买丝生丝。直接中国に向かって繭を買いました。根据荷兰人所管的台湾转运到日本。当时オランダが管理してたの台湾から日本まで運んできました。啊，安尼就因产生巨大的利益。そのせいで、極大の利益をもがっています。哦，这另起有这款的啦哈，这都是三角形的。三角の形で。因为当时日本生丝全部由狄志良所控制。当时日本が作ったの繭はすべて狄志良が握っています。但是你若要买吼，第一个拿现金出门吼，去到倒位拢买着这个生丝。当时はお金あれば必ず買えるので、繭のことは、お金あればどこでも買えます。因为狄志良就是正义官呐哈，狄志良のもう一つの名前は狄刚的です。伊甲日本市场哦看作家己独占的。当时日本の市場に対して自分がすべてに手の中に独占にしています。所以你若要出口哦，狄志良都甲你算啊贵贵，啊特别卖你。他の国に売るとしたら必ず いっぱいの税金を払わないといけない、値段的にも、すごく高くなる。但是因为台湾是在荷蘭人占領下。当時は、しかし当時は、台湾は、オランダの人の占領の下。是中国兵兵入去澳洲的门户。中国産のものを、欧州に、売ってはるの相手なんですね。まあ、中国作ったのものを欧州に売るの、まあ、当時的にはね。所以浜田林威。で、浜田は、東唐山人指導。登山人、登山人对中国人啦。浜田は、中国人は、またその郵便を、台湾に一度運んでいって、でまた、日本で、売っていきました。就是讲，那荷兰人买的价格较俗，オランダの人は当時買うのは安いんですけど、那利用荷兰人的船。オランダの人の船を利用したの場合は、荷蘭人的船、オランダの船は、オランダ当時オランダの人を買おうとしたら安いんですけど、運来台湾、台湾から運んできたのは、だ该坐日本船去日本、でそのまままた繰り返して船を展開して日本まで持って行って、あれで賺到多少錢？それで、いたり帰ったりですごくお金をもがっている。这个野藤次郎知影浜田的计划。当時野田さんは浜田の計画をバレましたので、知ってましたので。所以一对野好朋友長崎的代表。野田は、彼の、
伊の友達、長崎いうの、まあ、長崎大館に、讲需要帮助、助けてほしいですね。啊，浜田哦，啊，不怎么以下做担任过船长。浜田さんも、当時に、船長を、担当、担任をしました。1626年。滨田民兵卫宣告转州，中国的所在。浜田は、1626年は、泉州の方まで行きました。买20000军的生丝。当时は20000kg の、silk 啊、麻油を買いました。麻油。啊，就该讲，我会派船来载去台湾。当時は、必ず船を渡して、そのまま台湾に一緒に運んでいきます。啊，这20000军都放喺伫中国，迄个蔡德元的仓库。この20000kg の麻油は、中国の、蔡德元の倉庫の中に置いといた。哦，啊，耍咯吼，浜田吼，甲日本的长期代官吼，哦啊，日本商人哦，等等的人来个台湾。その後浜田と、長崎の大官、あと、西尾の堂さん一緒に台南、まとめてきました。啊，来台湾，因为赚真侪钱，咱们台湾采购大量的鹿皮，啊，佮对荷兰长官。想要雇用一艘两台容客船 junk 哈。で当時の日本の方はすごく大量のお金を台湾から切ってて大量の、鹿の皮を買って、オランダの、船を貸して、先週まで物を取りに行きました。好，就就按到泉州提下就对了。但是台湾的长官，ただし当時台湾の上官，对長崎的代市長哦，真冷淡。当時の台湾の上官は日本の長崎大官に対してすごく冷たくて、非常に拒否、船を貸したりあげたり。拒絕出租出租容客船，啊，佫爱禁止日本人。哦，派伊个船只去中国提货，也阁爱付10%的税金。当时は日本の方は、中国まで荷物を物を取りに来たり禁止したし、それでも、日本人は取りに来てもいいんですけど、10%を、すでにもらわないといけません。这个付税金，日本人。在日本对荷兰人的做的生意无要求伊付税。税金払うのことは、日本人は日本に、オランダの人に対して、貿易の上的には、税金は払わなくていいです。あ、今まで台湾叫日本人爱付税。でも今台湾にいるの時は、日本人は必ず税金を払ってください。あ、やこうちで台湾的長官。韦斯哦，无满意日本人将荷兰人对狄志良买的令旗当作商品类来处理。オランダの人は非常に不満です。日本人に対して、なぜというのは、当時その低支流に1000万の金を払ってないので、そしてオランダの人は低支流に頼んで、すごく、日本人に向かって不満のことを、やりつけしてくださいみたいな感じで。所以荷兰人感覺上是讲，哎呀，我对狄志良哦投降啊。そして
オランダの人は、低支流に投稿しました。当时这是，これ当時の荷蘭人絵啦。オランダ書いてたの絵。あ、这支旗也是荷蘭的国旗啦。これはオランダの国旗。国旗啦。国旗。日本人也较不满的，日本人はもっと不満のは、有利益投资，利益あるの投資，必須愛国付税金，必ず余計な税金を払わないといけない。哦，あ、やこ運輸上的困扰，運送の上的にも、わけわからないの問題が起こします。所以第几等年一六二七年，じゃあ次の年で1627年で。荷蘭当印度公司，オランダと印度の会社派特別代表团到日本，派遣して特別の代表として日本に参りました。啊，日本の強硬的態度對付北人，日本の方のすごく硬いの態度を強硬の態度を、白人に対して、あ、やこ讲哦，被封锁港口，禁止甲白人交易。あと港を禁止に、白人と行為するのは禁止です。荷蘭人認為這愛改善日和中間的貿易關係。オランダの人は、これを認めたのは、これは必ず改善しないと言って行ってない、行かないのは日本とオランダの間の貿易関係。あ、这特別代表团的团长哦，是第三任的台湾长官路易斯。この特別代表団の団長は、第三任の台湾長官、路易斯。哦，あ、伊到台湾了，路易斯到台湾了。路易斯は、台南に着いてたの時。伊知影哈马达吼要要求要请伊两台荷兰船。当时哈马达は二艘の船が欲しいの時は自分も分かって。あ、ヌイズとヌイズは大変。賛成しました。あ、大変。但是哦，私下哦，都对现任的迄个长官都讲哦，依公司的规定哦，袂使派船去中国，将日本人所买的丝运到台湾。当时会社の条約として中国に船を配線して、中国と日本人は、一緒に買ったの、麻油を、全部台南の方に運んできました。あ、ノイズは先去日本去办理的代志。当時ノイズは6月26 24日を日本に行きました。あ、ハマダ依然不能救得船。当時浜田は依然として、船が欲しいのはできなかった。所以国旗吼，要在日本对荷兰人报复。で、決意として日本のオランダ人に報復にします。哦，啊，这浜田が同伙新港社的人吼。啊，十六人甲中国同事两人都登去日本。浜田さんは新しいの16人の集まってきて、中国から通して2人を先に日本に帰ったけれど、あと14人はそのまま日本の長崎の大館の方に協力にしに行って協力もらに行きました。
啊，对日本的那个萨克的政府控诉，荷兰人的压迫。台湾人民の代表の日本長崎政府は、オランダの人に控訴して、台湾の方 のそういう圧迫感に、控訴をしました。あ、請求日本派軍保護台湾、日本の天皇陛下みたいな、まあ、天皇 の陛下、天皇陛下じゃないな、日本に派軍台湾に来て台湾を守ってほしいなんです。あ、上頭的就是德川将军哦。一番最初、徳川将軍、そのことを分かったの後に、所以对这个荷兰人努力子来个日本哦，但真久连民都见袂着。オランダの人は代表として、徳川将軍と一度会って話しようかなと思ったとしても、どうしても、相手に、徳川将軍は相手にしなかった。あ、所以ルイズは、あんま無法度、所以登去台湾。ルイズ当時はどうしようもないから、会いたいとしても会えなくて、すごく冷たいの態度を取ってもらって、そのまま黙ってまた帰りました。台湾に戻りました。台湾了、冰天迷兵卫哦，对已经导致的吼的损失哦，耿耿于怀，放在心内真不安。当时浜田と投資者の野田、その損失したのことに対してすごく心の中に悩んでいる。だから1628年国慶日に。1628年の次の年、这冰田迷兵卫为日本船两大船来台湾。浜田はまた日本、まあ、470人ぐらいの人をまた、日本から台湾に連れてきました。あ、え、船来で在470人。その船の中に、470人ぐらいの人が入っています。あ、引起荷兰人的猜忌。猜忌。怀疑。470人、台湾から上がってきたのにオランダの人はすごく、悩んでる。何の目的ですか？所以就派人去搜船。その船の中に、なんか変なもの入っていますとか、ちょっと調査しに行きました。あ、発見大批武器、弾药。まあ、結局発見しましたのは、いろんなの武器が入ってまして、弾薬も入ってて、あ、拢该抢去。全部、当時は全部奪いました。あ、个往个叛国罪俩新疆下的土著在一人。反国罪として捕まえましたの当時11人で。あ、中国同時两个人。中国の当時2人で。啊，没收日本将军送给新疆先住民的礼品。当时日本の将軍から、送ってもらったのものをすべて買収しました。啊，浜田甲伊的随员解除武装，留喺大原城中。その時浜田と、ついてきたの人は、武装を解除して、台南の大園の方に、その城の中に、残された。所以你即马知啊，浜田也无法度去福建运转来伊的生死，啊，佫袂使离境，啊，都真困难。咱们台湾真困难。当时浜田は福建まで自分の眉を売って持って帰るとしてもできないし、台湾から出て行ってもできないし、非常困っている状態に。非常に困窮の状態になっています。6月29日、冰天迷兵卫带十二个人，浜田12人を巻いて連れて
到个热兰遮城 （Zealandia）。Zealandia まで行きました。就是安平古堡哈、哦，热兰遮城，今嘛叫做安平古堡。安平古堡，哦，加先讲，嘛，他多诶。日本有批来，日本政府提纲没有来ました。这个批有利于日和关系。この手紙は有利に、日本とオランダの関係。啊，要求要去看张冠，就是看ノイズ。この手紙に関して、唯一あ、まあ、有利的にオランダと日本の関係としたら、長官を見に行きますみたいな感じ。啊，ノイズ对荷兰、日本跟荷兰的关系哦，真头壳疼。ノイズは日本とオランダの関係は十分頭が痛い。啊，听伊讲有日本政府来批。日本政府から手紙を、所以、来ましたの時に、開大門に、早速大門を開けて迎えに行きました。啊，伊带四名官员で、4人の官員を、連れて、ロビーの、まあ、長官庁舎中で、浜田と、会談を旋回しました。では、が冰天展開会談、はい。あ、但是冰天民兵衛が伊的随从拢长利刃、就是真尖的刀啊。浜田と、一緒についてきたの人はもうあの腹の中にはもう腹まあまああの刀をすでに隠してあります。あ、自治区、这个官邸、居民的所在哦。一人ずつ、長官邸舎の中に、入るとして。十幾個人拢が刀不一样。みんな刀を持って。あ。有八名的荷兰人被制服制服。当時はその場で8名のオランダの政府入っている人は、浜田を、刀を首まで、あの亭主首までを突っ込んでいる。あ、浜田をこう尖刀抵住ノイズで顎な。ああ。第四名受到威胁的之下，結構まあ命が危ないの状態の時に、这荷兰人有一百多名的士兵吼、哦、要来救。当時オランダは約100名以上の士兵が、助けに来ました。表に、集まってきた。啊，所以有混乱战争啦吼，枪战。啊，有三个荷兰兵死去。当时呢，ちょっとまあ喧嘩があって、ちょっとまあ中断した死んじゃったの人三人がいます。哦，啊，所以荷兰人屈服。オランダの人は負けました。啊，加这ノイズ、浜田加ノイズ签立五点协议。当时浜田とノイズを、契約を、しました。哦，这张图吼、哦，この絵は是日本人画、日本人が描いてたの絵。一这个，这个就是浜田，浜田。啊，这个就是荷兰长官。上の人は浜田、で下の人はオランダの長官。哦，这张荷兰人画。これはオランダの人が描いてたの絵。荷兰人提刀要来台，啊，这。这个就是ノイズ长官啊，边啊就是这个浜田。オランダの人は、刀を持てて、ノイズと浜田や、这个是ノイズ。ノイズ。あ、不要，这个是浜田。後ろは浜田。これはオランダ書いたの絵。啊，所以无日本画遐歹看个切图啊。日本書いてたの A と全く違うですね。あ、这是以后画的啦。その後、
这外国的有彩色啊嘛，这有彩色对于。これはあと描いてたの絵なんですけど。可能是20世紀的画啦。大体20世紀くらい描いてたの絵。啊，这个就是字的封面。啊，当时浜田描いてたの本の表面ですね。这就是冰田迷兵卫事件。はい。浜田事件ですね。啊。啊，这就是浜田。浜田。啊，这是路易斯。路易斯。哦，啊，所以这个不是瞎编的。これは嘘の話ではなくて。哦。啊，伊协议的内容是安怎？协议。伊有。建议你的内容。哦。路易斯的囝。ドイツの子とも、啊、商务员、業務員、五個人做人質、五人を人質にされて、坐日本船、日本の船を乗って、日本是浜田的囝、日本は浜田 の子、と五人を人質として、做人質、坐荷蘭船、オランダの船を乗って。日本に借りました。が浜田東西回航日本。と浜田統治的に日本に戻りました。到了日本了、互相換人質。統治に、日本に着きましたの時に、臨時を交換して。这是协议内容哦，是头几条哦。啊，第二条。你。就是讲释放。去用掠的感觉来对在一名的土本土台湾人。二番目は、11名が入っているの、人と、本土台湾人2人、入っている人を。あかん2名的中国同事。あと2人の台湾人の、まあ、本土台湾人、全部合わせて13名で、解放してほしいです。啊，一个海，日本和这个新港社的礼物。日本から新港社との、お土産礼物。啊，为了保证日本人的安全，因要起防疫情。日本人の安全保障のために、船出るの前に、啊，荷兰人甲进港的船哦。船舵收起来，放在岸上。オランダの人は、港入ってくるの、船を、上へし上岸に上がる。啊，日本哦。日本。伊他们。日本人在中国有两万军的损失嘛，对不？日本はまだ中国に二万金の枚を残されています。因为受到荷兰人的阻碍，即卖已经去予海沙田之良安尼个抢去啊。浜田当時は取り戻そうと思って。の時にオランダの人から邪魔しに来て、その時に海賊の停止料を、取ってて、台湾に持って帰りました。这个拢爱赔。当時時には、そのお金を全部返さないといけない。啊，以前哦，没收的1500军的死哦，也爱分害我，害日本人。数年前まだ払ってないの税金として、没収されたの1500kgの繭をそれとも、返してほしい。啊，协议达成。協議達成の後に、人質を交換しました。迄日双方都交货。交换人质，
你是有国工，就是五个这边的人去坐迄台船，啊，五个荷兰人来坐日本的船。荷兰大五名靠近你去的，日本人五名阿进你一的。七月五日，四月十一日，荷兰甲库存的损失12,053公斤。荷兰大话，如果说来谈哦，12,053 kg 的麻油哦，日本人你我带是的。交予日本人，啊，无足的7,947公斤。足りないの7,947kg の金として。啊，每斤用个日本的市场的大盘计算14.1。1kg の金に対して当時は相場的には14.10円の金円を現金で交換しました。啊，这块代志拢做好了后，そのこと全部終わったの後に，日本人都掏棒ルイズ。日本の方はもうすでにルイズのことを解放しました。啊，浜田と七月初一离开台湾，登去日本。浜田はその七月の七日を台湾に日本に帰りました。七月二五日到日本。四月の25日を日本に到着しました。但是荷兰人的人质交给日本了后，当时オランダの人質日本に着いたの時，啊，日本人哦，末次屏障坚持啊，哦，无承认蛤蟆大协议。日本の方は浜田の脅威は認めていませんでした。将荷兰人甲船员拢掠去所谓港下来对。当时オランダの人質と上に乗っているの人全部刑務所の中に感覚の中に。啊！同时，佮封闭荷兰的平户的商馆佮船只。当时も、オランダの平户是啥？オランダ日本の貿易関係、あと船の貿易関係は全部禁止にしました。啊！荷兰知影讲啊，这代志真严重。オランダの人はこれは結構厳しいの状態に、なっています。所以事態厳重の状態。巴达维亚的中毒。巴达维亚就是今麦的迄个雅加达啦。啊，雅加达，雅加达是多。印尼的首都雅加达。印度尼西亚的首都，加加达，加加鲁达。啊，但是以前国家名叫巴达维亚。昔はバダウイアで名前です。今は加加达。在台湾的长官、台湾的统治者换人。在当时呢，こういうことがあって、台湾の長官を、変わりました。あ、こう派大使去日本。また新しいの長官を、日本の方に、派遣した。あ、要こう統治之大事吼，拢无决定。港を開通するのことにまだ、決まっていません。因为一个伊的相关的风险嘛，不再做生意嘛。当时は閉まってあったので何もできなかったので。啊，1628年。到1632年。1628年から1632年まで、その5年間の間に。荷兰人因为相关去放放弃。オランダは日本の。查封符合修纲，你符合オランダの修纲，日本人から符合しました，されました。所以荷兰在东方的利益受到真大的挫折，真大的失败。东方是公。東方当時すごく挫折をもら受けもらって重大な挫折を受けてもらって
啊，荷兰人想讲，日本所去的是路易斯一个人而已。オランダの考え方はルイズだけ一人しか行ってなかった。所以决定牺牲ルイズ。で、ルイズを犠牲してを決めました。え、自由で1632年。1632年でルイズを、ルイズ五花大绑というかバカあれ、バカ人なん。体全部結んで糸で全部結んで日本を連れてきて、あ、日本に連れてきて、日本服刑作为惩戒。目の日本に、連れてきて、復帰をしました。あ、そだから派大使过去日本要求来做胜利。その後また大使を、派遣して、日本に行ってもらってまた市場をやってもらうのことに。这个时阵。長崎的代官平末次平藏已经死了。その時長崎の代官、もう死にました。あ、所以日本人讲 OK 啦，好啦，不给你绑啦。で、日本人の方はもういい、じゃあ、解放します。哦，啊，逃亡以前所抓的荷兰人，哦，今まで捕まったのオランダの人は全部解放しました。釈放しました。但是ルイズルイズだけ。这个贫户名家了，贫户是一个地名。ルイズだけを、田舎の方に、監視しました。哦，啊，ルイズ的囝因为就着被死的在这里拘留所中。ルイズのお子さんは病気があって刑務所赤痢の病気があって刑務所の中で死にました。啊，荷兰人伫贫富吼，诶，相关啊，会使开啊，啊，船会使开行。オランダは当時閉まられたの商館として全部開放されました。但是不外久，佫再度封闭。けれどそのあっという間に再度また封閉されました。1636年，荷兰人派一个大使。1636年，オランダの人、パイカロン、特使を、为这个巴达维亚的雅加达。巴达维亚。维亚，到一国，到日本。日本まで。上日本。青铜烛台796军。青铜烛台。青铜烛台76キロを日本の日光市の東照宮に渡しました。東照宮。日本市的日本的日光市的東照宮吼。啊。日光東照宮に。对日本请罪。改めて日本の方に謝りました。あ、这边谈判成功。今回の談判は成功しました。結束長達12年の貿易纠纷。その貿易の長い12年間貿易の啊，后边有什么刷有一张图，这张图是东照宫，这个青铜烛台，到我今仔日还阁存在日本东照宫。次の絵は徳川が作った日光市の東照宮の絵なんです。東照宮是日本德川家康所建。徳永康が作ったの東照宮です。日光市の東照宮。いたことの人います。お、お、は
还有 不少人哦，东照宫，东照宫啊，你有看到一只接待无？その先言ったの大体7000何キロのろうそくの台を見ましたでしょうか？好、哦啊，見た。这个记录应该是正确了、哦。忘れました。はい。这个日本的这个地图了哈。はい。这东照宫差不多在吉大了哈。はい、日光は大体この辺ですね。哦，一共在吉大了。はい。哦，はい。啊，じゃはい、こちらですね。じゃ東照宮。はい、こちらです。你来看，你在日光。日光の駅。駅，好、哦。这日本人拢知啦，哈、哦。啊，这个发生的地点，这个所在，哈、哦，即马叫做安平古堡。台南にいるの安平古堡。啊，这几条啊，吼，日本人才的。これは日本人が作ったの。啊，本来是写讲冰田迷兵卫事件。本当は浜田事件に書いてあったんですけど。国民党来。国民党がタワーに来たら。が字書けない。あの字を消して。啊，写安平古堡。安平古堡的上に書きました。所以你今晚来去看到安平古堡，就是讲浜田事件。そして今台南に行ったら、この安平古堡の、見たら、本当は、浜田事件なんです。今愛国講一項大事就是日本的鎖国政策。日本の鎖国政策。1633年。え、規定吼。長崎管理から決めたの17条約の中に特別の、日本商船不能開去海外、証明的なあの証明じゃないと日本貿易の日本貿易の船は、外に、海外には、行けません。禁止日本人在海外住。当時にも日本人は海外に住むのはもう禁止されています。所以这点就是为什么台湾本来有日本人比较多的所在那买手船都没去、そのためにもともといろんな日本が台湾に住んであるの日本人としてその祖国政策の、影響でみんな鎖国のせいでみんな日本に戻りました。1635年，日本德川幕府颁布锁国令。1635年，日本徳川幕府鎖国の国令を、出しました。驱逐所有外国人。外国人を全部追い出した。ま、禁止日本人出国。その仮に日本人も、国から出ちゃいけません。禁止されました。这点您过去日本人唔知有清楚无？で。そのことを日本人はご存知でしょうかな。知っています。这样代志哦，这是日本の鎖国啦。哦，西方的世界迄块文明哦，太先进了啊，受不了哦。在中国个差不多这款型哦。这项的鎖国政策直接甲日本甲外界分开。鎖国の。の意味では、日本と外には、関係を全部関係ないとして、原本住在台湾北部南部的这些日本人啊，因为鎖国政策，让人踢在门的外口。もともと台湾に住んでいるの台湾人も、この政策のせいで、日本に追い这个中国的明朝、清朝禁海令是同款。中国の民教と政教で警戒令と全く同じの模様です。
迄阵认为海外无效啦，没有效果。诶，多久啊？诶，扩搞完那里的事？啊，咱叫做无啥小路用。无啥小路用，忘记啦。这真歹翻译啦。全然効果がないのことですね。坊さん、小老院、効果がない。今は讲德川家康。公司、公把行的，这日本人一定知影。唔知德川家康一定知影诶，一定知影吼，系啊，哦，啊，这都是伊诶大片啦吼，德川家康啊，啊，攻郑成功啦，这个袁世凯甲计划伊定定居台湾吼，袁世凯吼，甲田吉良吼，伊是住喺日本长崎诶平户，袁世凯と郭海は一時的に台湾に住みましたので、その二八協定会の中で定時間と、いろんなの人にオランダに対して、戦略の中で、あ、迄个时阵当時は荷蘭有去占平湖、オランダの人は平湖の方に戦略しました。啊，明朝政府无法度处理。明朝の政府は、どうしようもできませんでした。啊，派这个解決できなかった。派狄吉良吼、去甲明朝政府拍，甲迄个荷兰甲荷兰人战争。派什么人？狄郑芝龙。郑芝龙，郑芝龙を派兵して、オランダの人と、戦争をしました。叫做正义官指挥。その名前は定一官令君。啊，下面叫做李八兄弟会。何は二八協大会っていうのは？咱的正头称起哦，两手二八折。みんなの手上げたら、二十八、なんだっけ？因为咱十支砖头嘛，啊，有两支是两针啊，俩大拇指两针。有啊，两支手吼，二八针的。こっちは大体十四本の。あの骨の関節が離れているので14本と14本が全部合わせて28本の兄弟会、その意味はこっちです。こっち14個あって、こっち14個あって、その合わせて28本の、所以叫做李八兄弟会。そのために 28兄弟会に決まりました。その南杰兄弟是真好的兄弟で、けれどその兄弟はすごく仲いいの兄弟。公司地址郑成功诶，哦，郑成功也在了哈，哈，这咱要过真侪时间，咱要半点钟久诶。哦，咱哦，以这个狄吉良掌军权哈。哦啊，令其收入真可观呐，都是。低収入は当時すごく86艘ぐらいの船が持っているので、結構まあ海上、海の上の海上的にはかなりでかいの海上なんですけど。で、毎回その旗を打ったら1年間1000キロの公金がもらえ。得るので、当時はすごくお金を儲かっているの改造です。所以
因啊，因有真好诶收入，所以起三代容客船 junk， 三尾容客船三艘。結構金が儲かってるのに、なぜかそのゴミ船を、三艘あの三つも作りましたので。所以因为有三个帆哦，所以也可以哦逆风而进呐、啊。当時の船は風どこに巻いたらどういう風の方向に巻いていきます。あ、こぶえ英国でワパ。あとイギリスの大砲を買いました。いろんなの武器を買いました。哦，这三维了哈，这三维，这大概英。前进后退拢会使啊！哈，啊，这对日本的剑甲，これ日本の武士の効果。啊，剑甲的来历就是放台湾落啊。その内側の方には台湾の鹿の皮に入っています。啊，这就是两边在唱的生死啊。これは、これ眉ですね。そうそうそう。でこれは、日本未来日本那个澳洲各国拢要滴个生死都一款。みんながこの眉が欲しいですね。生死以前都是这吼、哦，这个是虾米呢？这都是迄个蚕哦，吐丝哦结成的东西啊。それは特別な。特別な。还有灰啊，これ陶器の陶器ですね。澳洲世界哦，干来会想做陶器，不想做瓷器。陶器は日本と中国陶器しか作れません。因为瓷器哦，爱1200度以上才烧一下。磁器と陶器は作り方が違うです。啊，但是陶器哈、哦，600度就好啊。陶器作るときは600度で十分です。温度はね。所以哦，你去美国哦，去澳洲哦，看人的客厅哦，拢有一个柜子哦，拢放灰啊。イギリスとかいろんなの海外の国に行ったら必ずそのすごくでかいのタンスがあって、その中には いろんなのものすごくの綺麗の磁器が入っています。那就是讲，这瓷器真贵重啦。その代わりにはこの磁器はすごく非常に高い。我头一遍去看到讲，美国家庭来放灰啊，放个客厅，这个爱放个灶卡的嘛。当时はアメリカにいたの時はね、どうしてその磁器はロビーの方に置いといたのですかな。本当は調理場の中に置いといて方がいいんじゃないですか。啊，这是真不好的。好、哦，这为中国的这个服装。这是中国が作ったの陶器ですね。啊，以后荷兰人来了，要为就用这个北疆人的那个服装。今度オランダの人日本中国に行ったの時は、この陶器の上に、自分のオランダの服装を上に書いてもらいたい。あ、一番讲狄仙公。狄仙公就第一关的囝。帝釋公の人、お母さんは日本人、高輪。对、高輪。はい。叫做国姓爷啦，国姓家，国姓家，国姓爷，国姓爷哈。啊，伊生出来是咱们日本生的。生まれは日本で生まれました。伊生的日本九州的平户。日本の九州に生まれました。好、哦，
啊，日本日本老母叫做达卡瓦。お母さんの名前は高川さん、高川氏。あ、七歳の時に登来中国。七歳の時、またに、中国に戻りました。好、啊、这个这张图哦，是要让你知贫富在多位。哦，这長崎在这。系長崎。啊，長崎的边啊，对贫富，伊无为長崎在这。長崎哦，是日本上进步的都市。長崎は一番進歩の、ところで。以前啦吼，不是現在。昔ですね、昔ですね。因为長崎是唯一开放和外国船会使入来的所在。長崎は昔から唯一開放してる初めて開設したの港なんです。所以長崎的思想哦，長崎人的思想哦，跟一般日本人的思想有少许无同款。そのために長崎人の考え方と一般普通の日本人の考え方は全くちょっと違うの感覚。所以我得听日本歌吼，長崎的姑娘。その日本の歌を聞きました。何の曲かわからないですけど、長崎のクーニャンっていう歌があります。じゃあ歌ってくださいよ、カクさん。シャラゲヤンチュー長崎へ購入。歌えるの人じゃない、いるかいないかわかんない。わざんたんたんたらららららららわかんない。就诶，至少就是第一唱長崎的姑娘嘛，啊，无咧唱东京姑娘嘛。东京姑娘，東京娘なんかない。那東京姑娘ないですね。所以長崎这是真重要啊！这个所在吼，嘛是哦，海贼出入的休困的港口。これも海賊が入ったり出てきたりの港の方なんですけど。所以日本的开发哦，是为西边先开发，再来东边。日本の開発は西から来ました。啊，这个所在是在平湖，之前讲讲在海边生的啦。那个定胜国は長崎の海辺に生まれました。啊，所以叫立即的碑吼。で、その記念として、この痛みじゃ生的。この記念として記念碑を作りました。啊，海水呢来，伊才会淹掉。海か下水か入るの時に、岩石の上に上がりますね。それで定勢区は半分日本人なんですね。ハーフです。定勢区は台湾を当時23年ぐらい統治していました。
啊，这吼、哦、在平户迄个所在有起一间地神宫的庙。九旬的后年，退休古西新，那退休古我提拉噶，那地方是哪的？哦，有一个地神宫的庙，对，一间细下间啊，那俩。嘛，看那里在哪提拉那的，是叫庙。啊，庙在哪庙？庙庙啊，啊，在顶头下镇城宫庙。特色古的庙。啊，来对接些雕像哦。讲啊，假吼，都刷了都爱讲地仙公在台湾，啊，那会死去。特色古啊，当时日本台湾に行ったの時、いつから台湾に来て、なんで死んじゃったの原因は、伊三十九岁就死去。彼は39歳で死んじゃった。啊，那诶，因老爸道清，伊不爱道清。那是どうして、彼は、中国の道清清国 Manchurian 新疆に投稿したんですけど、でも。帝政公のお父さんは、新疆に投稿していませんでした。因为李吉良、李成功的老爸是海察出身的。帝政君のお父さんは、海賊の出身なんです。啊，海察出身，所以清朝的政府哦，怎讲这个人会使买？海賊の人なので、当時の政府はこの人をお金で買いますので、当時にハンコを作ってあげました。伊讲吼，我要刻三姓中毒的印啊送你。わざわざハンコを三つを作って、三章の相当しか持ってないハンコを作ってあげました。あ、伊彼阵是、まみし做性、咪做许性的迄个中毒啊，是无做个遐管啦，伊做大神啦，然后是伫福建啦，然后。当时はまだそんなでかいの保健省じゃなくて、ただ普通の大臣だけなんです。保健省の大臣。啊，三省就是福建、广东、广西。その三州は福建と関東と関西。哦，啊，要做这三省的总督，要叫伊来做。この三省の総督は彼に頼んでほしいわけで、このハンコを作ってあげました。一听了真爽快。それを聞いたらすごく喜んで。所以哦，伊就为这个哦。这个福建哦，为浙江要入来福建的这个关卡哦，退兵200里。そのすごく喜んでるの時に、事前にどんな人来てもどんなやつけるの人に対しても事前に喜んで避けましたので。但清兵入来。当時の政府の紙幣帰ってくるまでを待ってました。それで出兵国家嘛吼。まあこれは裏切りの者の一種類ですね。伊了后，その後，这个清国的军队吼，就占占着福州城、福建的省府啦。その後这个清国清Manchurian，満清政府の軍隊として私兵として保健省に占領しましたの時に、啊，这个满清的人叫伊讲来福州哦，我要和你大官做。当时満州の政府は、その人たちに、福州に来てください。でかいの、大官を、
やりつけてありあけますので。あい、一抓五百名的乌狼兵。500人の、紙幣を、巻いて。黑人兵哦。黒人の紙幣ね。あんなに、で、台湾、で、で、中国有五百名的乌狼。どうして、中国のは、500人の黒人があるのは、因为这种黑人哦，甲非洲的黑人无同款。この黒人とアフリカの黒人とは全く違う。当然嘛，你去印尼看有黑人，印度看有黑人，迄款的黑人啦。印度人のような黒人です。哦，啊，带五百名。五百。啊，沿路都咧卖官。要做官无？来哦，来哦！我一个官给你，你爱就花多钱好啊？ずっと官職をして、打てるわけ。官職を、打てるわけ。当時的には。啊，叫陳先公哦，啊，甲我斗阵来做大官。鄭水君に頼んで、俺と一緒に官職を やりましょうか。啊！提前讲讲，迄哪会使？那有老爸教囝即款教法？当时は鄭水君はすごく反対をしました。哦，提前讲袂去。鄭水君は行かなかった。啊！伊都去个福州城，即、這个狄志良去个福州城。鄭水君は福州。福州。復讐の復帰省の復讐まで行きました。あ、見到这个晚清的大官。当時晩清の政府に会いました。飲烧酒飲三缸。一緒にお酒を3日くらい飲んでしました。三缸あ、これ折剑为盟就是塞外的人吼、哦，要酒抓是甲钱压断吼，安、哦、尼来。做兄弟，義理の兄弟になれました。当時はね、一緒に3日間も一緒に飲んでなの相手に。あ、第三天的暗時。その3日間の夜、一个清朝的兵哦，就偷偷把伊一个人给你送去北京。把狄志良送去北京。その夜酔っ払ったの、鄭水龍は酔っ払ったたのせいで、当時の福建省の、紙幣は黙って酔っ払ったの鄭水龍を北京まで運びました。北京までね。あ、送去北京了。北京まで運んだの後に、と失去自由。当時の鄭水龍は、自由をなくしました。但是封一个名哦。真大的官的名号。当時すごくでかいの官位と名前を、やつけてあげました。但这项大事，このことは、到我这个泉州来吼，因是泉州人。泉州。泉州。このことは前週までに噂流れてきたの時は、晚清的兵要入来泉州城，吼，安平，安平是这个，即卖是讲安平是伫台南吼，但是泉州遐一个安平是即陈先公的，这个租处伫台安平。当时，鄭水君は満州の府県の。安平城，安平城你来的时候，安平城内还有明朝的军队。安平城の中にも、まだ正常の、兵士が大体1万人ぐらいいます。十万人。10万人ぐらいいます。あ、还有600大船。あと600艘の、船がいます。
啊，千军要几个？西军甲海陆都是的。啊，这首城的军队哦，买回几个？その、ま、あの、港を守っている軍隊を入れられなかった。啊，千军就讲，啊，恁大都伫阮兜咧。当時は、臨時の軟禁にされたの、定成功を、うちにいますので、なんでうちらが入れないですか？あ、なんのんし同胞で、みんな平等でしょう。今日、東方でしょう。兄弟みたいなもんなので。あ、そういうの、这个、修行的官を、我都阿开门啦，回这个啦。当時の体感はもうどうしようもないからで、城を開けてください。这个时阵，田成功的老母田川氏。当時定成功の、高川さん、お母さん高川さんの方、高川氏。あ、来で泉州安平城来对。もう泉州の、安平城の中にいます。让大家讲来造哦，这清军要来啊，咱赶紧造。みんなは西軍が来るので早く、逃げましょう。但是田川氏不愛走。けど、定成功の、お母さん、高川氏は、どうしても行かなかった。あ、不愛走、結構是安怎？行かないの結果的には、逃げないの結果的には、这个清军哦，把这个田川氏哦强奸了。西軍はその定成功のお母さん高川氏を強姦されました。啊，田川氏掉到自殺。その後高川氏を自殺しました。首つけて自殺しました。这个田成功怎样？定成功にバレました。知影了，转去孔子庙。してたらの後に孔子廟に行って、把这个儒装拔起来。儒装是啥？儒装就是，当時体の上に巻いてるの服を外して、放火が小印象。火をつけて。啊，换我也しました。换军装，で軍装に変えて。哦，啊，所以，伊迄个时阵立志要抗清。絶対正常に、このお母さんのことを幕府にしないといけないです。迄阵伊在23岁。当時は定成功はまだ29歳、23歳。你就上山，啊，带拢总18个人带伊出来。全部18人都一緒に、その城から出てきた。啊，伫福建沿海。で、福建の近くの海辺方に。甲清軍对抗40年。18名で西軍と、そこでやりつけで40年ぐらい。四十年啊，未就。伊来拍台湾，你是讲伊三十九岁就死，那死怎呢？无，也年龄囝，因囝只啊，その40年っていうのは、定成功はまだ39で死んじゃったので、でその後40年の歴史では、その代わりに定成功の息子も一緒に、そこで一緒に戦ったのことです。这个伊训练伊个军队吼，因为伊头一项代志就是爱去日本买战甲。日本に行って、いろんなの士兵を訓練して、日本に貿易のために行きました。但是日本唔知什么原因无买伊。なんがわかんないですけど、当時的には日本の人は定成功には売れなかった、所以貿易もできなかった。一座哦，一支军队叫做铁狼军队。そのために定成功は
鉄人の名前をつけたの軍隊を作りました。鉄人軍隊。あ、全身骨拢是包鉄。膝から首までを全部鉄を巻いてて。あ、包鉄了と走路と走不法咧。まその鉄を巻いたら歩くもできません。あ、あにかめ就做茧咧，不会茧咧。そういう人たちは戦争できないですよね。あ、迄挂铁啊，加起来30斤。その鉄を取りましたで実際測ったら全部で30キロ。所以想一个办法。で一度を考え直しました。每人的脚绑30斤的物件。みんな製品足を30キロのものを巻いて。啊，你就袂使绑。八开迄、那个、迄、那个三十斤啊，行来行去，行来行去。毎日その30キロのものを一緒にあっち行ったりこっち行ったりあっち行ったりこっち行ったり。啊，所以当下你八起来了，穿些铁甲衫的时候，你就无感觉重量啊。その代わりにその鉄を作ったの軍装は軍服は体の方に巻いたらもう思うの感じはしないかったです。あ、いやこ一支軍隊叫做。丁白軍。もう一つの軍隊は、藤牌、rotten、rotten、植物粗粗的，但是很轻。藤条，藤条是什么？丁条，丁啊。不要紧啦吼，一种植物吼，的根吼，啊，很轻啊，但是很强壮。木の中の一種類として、まあヒノキではなくてヒノキみたいに丈夫のヒノキみたいな丈夫の武器を作りました。啊，这真轻的物件吼。で、その軽いのものを。那边这铁人棍要过开吼，唔就真重嘞吼。端坐顶头袂沉落去。その鉄服を履いてるの軍隊は、川を渡るの時は、鉄が重くて、中に進んじゃうなので、そのヒノキみたいの、植物を、船を作って、川を渡ったりしました。所以一旦当然嘛吼，在中国的当然兵吼，有法度建40年的原因的。そのおかげで、南の方、中国の南の方に40年くらい戦ってるの原因はここです。啊，一传25,000名兵来打台湾。当時は25,000名の、軍隊の人を、台湾に連れてきました。啊，打台湾的时阵。荷兰兵有偌侪？大概剩1,000人伫守台南城。当时残されたのオランダの人はただ1,000人ぐらいしかいない。台南にいるなんですけど。虽然戦赢，但是开10个月。勝つけれど、10ヶ月くらいかかりました。所以荷兰人讲，阮两个荷兰兵都能对抗你50个中国兵。そのわけで、オランダの人は、うちら2人で、あなたたち50名でやっつけられる。お、あ、一戦衰、1662年。彼戦後の、戦後の1662年。あ、ちれ、為福建传来一个好消息。福建からいいのことを、来ました。公一座阿公啊。彼がおじいちゃんになりました。あ、一座阿公啊，え、真欢喜耶！39歳一座阿公。39歳おじいになったらものすごく嬉しくて。但是啊。ただし。有人写不回来。手紙を来ました。公恁囝哦，是甲你生老死的迄个母哦生的啦，生孙啦。您讲是跳舞啊，
当時帝政君の子の孫は、帝政君の息子と、帝政君のお母さん、4番目のお母さんと生まれたの子なんです。之前讲看见气个，怒ってさ，都下令开杀。息子を殺すとの命令をしました。所以有人讲伊气死。そのきっかけで、多分ある人は彼は怒って死んじゃったの原因かもしれません。あ、有人讲伊得マラリア死。マラリア死。ある人はマラリアの病気で移って死んじゃったの。所以这结束了的提前讲的这个世间的性命。その件で帝政区が命をなくなりました。好，我这讲个只安告一个一个段落，感谢大家收听。皆さん感謝しておりますので、起立、起立。で。すいません、あと終わった、今日の授業